ぱり人との関係性ってね、いいことばかりじゃないよね。時にはストレスとか嫌な感情を抱くこともありますよね。時にはっていうか皆さんこんにちは。頭の中がお花畑、早く人間になりたいよ、公認心理師のみぶです。今日はいかがお過ごしでしょうか。今日は人間関係についてちょっとね、一緒に考えさせてください。人間関係をリセットしたくなる気持ち、皆さんこんな気持ちになったことはありますか？私はありますね。特にね、なんかね、リセットって最近この言葉は結構ね、いろいろなところで使われるようになってきたけど、そういう表現かっていう感じで、私やっぱり高校までは小さい頃からね、知り合いだった人たちが結構同じ学校に行っていて、なんかね、自分に対する意味付けをされちゃっていて、新しいことに挑戦するとか、ちょっといつもと違う行動をとるとらしくないみたいに見られて、なんかとても生きづらかったんですよね。で、大学に行く時になんかもう誰も知ってる人がいないところに行きたいみたいな、そんな感覚になった時に、これを人間関係をリセットしたい気持ちっていうのかもしれないなとね、感じています。で、人間関係をリセットしたくなる気持ちっていうのは、心理学的にはいくつか、考えられるかなと思いますけど、まずストレスとかね、ネガティブな感情が溜まっちゃった、蓄積しちゃったってことがあると思います。やっぱり人との関係性ってね、いいことばかりじゃないよね。時にはストレスとか嫌な感情を抱くこともありますよね。時にはっていうかこの私のチャンネルに来てくださってる方々っていうのは、多分心に対してとてもセンサーが高くてね、だからこそ心を学びたかったり、より自分のことを知りたいと思うから、ストレス、人間関係のストレスっていうのは結構大きく持ってるんじゃないかなと思いますね。私もそうですね。人と関わりたいけど、関わるとすごい疲れちゃうとか、傷つきすぎちゃうとかね、なんかそんな感じで、生きてきて、いましたね、いますねそう、そういったね、ネガティブな感情とかストレスを抱えたままずっと持っていると、結局、心に影響が出てきますよね。もちろん体にもね、人と会うと胃が痛くなるとか、それもそうでしょうし、心もお人混みが嫌だなとか、誰かと密になるとまた傷つくかもしれないなとかね、そういった、感情を持ってくる、こともありますよね。そうするとなんかね、人間関係自体が否定的なイメージになっちゃって、もう誰も知ってる人がいないところに行きたい、リセットしたいって気持ちになることはあると思います。次にね、ちょっと自己評価が低いってことはありますね。もともと自己評価が低い人がね、人間関係の中でうまくいかなかったり傷ついたりすると、またさらに下がっちゃうじゃないですか。そうすると私なんてみたいな、この集団の中にいるのが苦しい、どうせみんな私のことなんてみたいな感じにね、どんどん落ちてっちゃうね。私もね、相当自信のない人で、だからこそで ADHD だから、その焦りからね、もういろんなことをトライして、まだだみたいな感じで悪があがきをしている人間ですから、自己評価の低下から人間関係をうまく築けないなと思うと、もうこの人たちの中にはいられないみたいな感じでね、リセットしたいと思うようになりますよね。これ一つの理由かなと思う。あとはね、逃避願望っていうのはありますね。これわかる。人間関係のトラブルとか悩みから逃げたいという気持ちも、これはなんかね、リセットしたくなる大きな要因の一つじゃないかと思いますね。で、やっぱり人間関係のトラブルとか悩み、自分の力だけでは解決するのが難しい場面も結構ありますよね。これってなんかこう、こちらのせいじゃなくてもややこしくなっちゃったとか、あるいは相手の性格とこちらがもう全然合わないとかありますよね。そういう状況に追い込まれると、逃避願望が強くなってリセットしたいって思うようになります。私はね、これは結構わかる。苦手な人がいたりとか、なんか常にマウント取るような人がいるような
のグループとか仲間とかになると、私は ADHD だから、うん、なんていうのかな、結構ね感情が素直なんですよね。もう嫌だとなったら嫌なの。で、ね、普通だったらやんわりと、うん、その関係をね、自分をごまかしながらもやっていけるのが大人な対応なのかもしれないけど、私はね別に直接対決したりとか対立したりはしないですけど、知らないうちにねそーっといなくなってるみたいな。逃避ですよ、逃避、もう逃避、逃避願望は結構あって、あーもうここ嫌だなと思うと持っとけないんですよ、もう ADHD だから。早くもうここから抜け出したいみたいになっちゃうから、そうするともうね区切り続けないといられないんですよ、うん、だから相手に表明するかどうかは別にして、自分の中ではいもうここは関係ないですみたいにして切り取っちゃうことっていうのは結構ありますね。これはもう私のね結構ね心理的な癖であって、自分のリセット方法の一つなんだろうなと思ってるんだけど、まあ、これがいいか悪いかはね、まあ、自分にとってそこに大きなデメリットがあるのか メリットがあるのかっていうところで決まってくると思います。人間関係リセットすることが決して悪いことじゃありませんのでね、この後もちょっともうちょっとお話していきたいと思うけど、やっぱりリセットしたくなる理由の中には、仕事とか学校の人間関係のトラブルね、あと恋人、うん、家族のトラブルで、あとそうだな、悩んでる人のサポートをしてる時にもきついなって思うことあるかもしれないよね、うん、あとは自分がもう疲れちゃってね、ストレスとかもうネガティブな感情が蓄積されすぎちゃって、なんかわかんないけどいつもと同じ言葉なのにやたら傷ついちゃってそこにいられなくなりそうみたいなこともあったり、あと自己評価が低かったり逃避願望があったり、こんな感じで、でこの気持ちってね誰しも抱く可能性のあるものなんですよ、うん、ただリセットしたからって言って人間関係の問題が解決するわけじゃないから、うん、でいつもこう逃げてばかりいるとね、そういう人間関係に対するなんていうのかな、対処能力を使わないじゃないですか。だからそれが身につかなかったり、人との関係性を理解する前に終えちゃったりっていうこともある、うん、相手の良さを知らないうちにもうちょっとしたことで離れちゃうとかやってると、だんだんね自分の周りにこう頼れる人がなくなってっちゃうってこともあるから、そうだね、その辺もちょっと考えていきたいんだけど、やっぱり今ってね SNS で人間関係をリセットしたくなる気持ちっていうのはあるかなと思うんですよね。これはねちょっと先ほどの3つは、まあ、誰しもが持つだろう基本的なことなんだけど、 SNS の特性として誰でも簡単に情報を発信したりとか人とつながったりできるとっても便利なツールですよね。でもその一方でね本当にねやっぱ特殊な関係性っていうのはできちゃうんですよ、うん、簡単につながることができるから結局関係性は薄めであったりしますよね。で発信した情報っていうのはもう広く拡散されてしまうからトラブルに巻き込まれる可能性もあります。で人の生活をね覗き見することができるから比較とか嫉妬の気持ちっていうのは強く出やすいかなと思います。似たような状況の人とか、うん、同じ推し活をしている人の中でもねなんかいろいろな感情が渦巻いちゃったりすることもあるかもしれないですね。そう、そういう意味で SNS 上で人間関係にストレスとかネガティブ感情を抱いちゃうって人は結構多いと思っていて、うん、これが日常生活の中の、まあ、一つの大きな、なんていうの、喜びとか楽しみでもあるかもしれないけどストレスでもあるんだろうなっていうふうに思っています。なんか嫌なことあるとねこのアカウントをやめちゃおうかなとかねそういうふうに思ったりすることもあるかもしれないですね。でまあこれね現代社会の特徴ですよね。本当に情報化とかグローバル化が進んで、まあ、それぞれの人の価値観っていうのはすごく多様化していると思います。見えるものが増えてきた分ね。だから人間関係も価値観の違いとかねコミュニケーションの仕方とか
なんかよく知らない相手とねやり取りするというところでトラブルっていうのは生じやすくなるかなと思います。だから本当にね、以前よりもこう自分が意識しなきゃいけない世界は広がっちゃった。それ以外にも学校とか仕事とか家族と様々な場面で人間関係を気づかなくちゃいけないじゃないですか。だからね、人間関係のストレスとか疲労って直接やり取りしてないのにすごいみんな抱えてるんじゃないかなって思うんですよね。だから人間関係をリセットしたくなる気持ちっていうのは、あると思う。で、なんかね、もう私は ADHD だから衝動的にアカウント消したいと思ったら消しちゃいそうなんですけど今のとこそういうことしないで済んでますけどなんかそう、持っとけないっていう、すぐ解決したいっていう気持ちを持ってる人は結構衝動的にね、アカウントを削除しちゃったりブロックしちゃったりとか、まあ直接もう関係を持たないみたいに表明しちゃったりとかねしちゃうかもしれないんだけど、何よりもね、やっぱ自分の気持ちを整理するってことが大事ですね。なんでリセットしたいのかなっていうのがこう自分の中ではっきりできるといいですね。今この言葉に傷ついたからとか、疲れが溜まってたんだとか、そういうとこを理解しないままリセットばっかり繰り返してると、結局なんていうのかな、また同じことでつまずいちゃうかなっていう気がします。だからリセットしても問題ないのかなっていうことはね、検討 しといた方がいいですよね。やっぱり戻りたくなっちゃうとかってこともあるじゃないですか。でリセットすることでね、大切な人間関係を失っちゃうって可能性もあるから、ちょっと慎重にね検討する必要はあるかなと思います。でリセットの方法っていろいろあると思うんですよね。特に、人間関係、直接の人間関係であれば、リセットっていう言い方でいいか分かんないけど、会う頻度を減らすっていうことも、今までの関係のあり方を一回リセットして、頻度を減らすっていう方向に、ベクトルを向けたっていう考え方もあるじゃないですか。で、あとは、SNS の場合、だと SNS のアカウントを削除ってこともあるし、あとは連絡先を消すとか、いろんな方法でちょっとの間ね連絡をしないとか、ある意味見ていた部分を少し減らしていくとか、そういったことで自分なりのねリセットの方法っていうのはあると思います。だから自分に合ったリセットの方法を検討できるといいなと思いますね。ね、あとリセットした後のねことも考えておかないと、その後結局なんか解決しないままモヤモヤずっとしちゃって、リセットはしたんだけど胸の中にはねぐずぐず何か残ってるみたいなことも起きちゃうと思うので、その辺もねちゃんと考えておくといいよね。やっぱりリセットまで行く手前でね、信頼できる人にちょっと相談してみるとか、あとカウンセリングを受けて自分の気持ちの整理をしてもらうとか、しょっちゅうリセットしたいっていう気持ちが起きちゃう人の中にはやっぱり何かトラウマがあってね、そこの奥の方の問題が解決されてないから、フラッシュバックして、でとても小さな物事をすごく大きく捉えちゃうっていうね、心の癖がついてる可能性もあるんでね、そういった部分でプロのカウンセリングを受けるっていうのは有効だと思います。で、あとは人間関係のね対人スキルを学んでいくといいですね。こういった時にはこうするといいよみたいな、ネット社会だからいろいろ情報あるじゃないですか。調べて自分に合ったスキルをね身につけていくといいなと思います。で、ね、先ほども言ったけどリセット自体は決していけないことではないです。人間関係っていうのは常に変化するものだし、時にはリセットも必要なこともあるんですよね。そうだけど必ずリセットを検討する時にはどのようなメリットがあるのかな、どのようなデメリットがあるのかな、リセットする代わりにどんな方法で人間関係の問題をこれから解決していくのかなっていうところをね、考えていけるといいなと思います。
で、ちょっとね、もしかしてリセットを繰り返し続けてしまう人の心には心理的な問題が潜んでいる場合もあります。対人関係の不安を強く持っていたりとか、の自己肯定感が低すぎちゃったりとか、パーソナリティ障害をね今持っているとか、そういった場合にはやっぱり心理的な根本的な問題を解決していくことが自分の生きやすさにつながっていきますのでね、そこはしっかりとね専門家のアドバイスとかカウンセリングを受けながら、何かトラブルが起きた時の自分の心理状態っていうのは結構自分を変えるね大きなチャンスでもあるんですよ。なのでね、そんな時に自分はどうしていつもこうしちゃうのかななんてことをね振り返れる機会を持てるといいななんてね思います。今日はですね、人間関係のリセットについて考えてみました。私もね、どうやらね逃避願望あとこの人間関係の苦しさをね長い時間ホールドできないっていうところがあって、でそれでねすぐね大好きなことに夢中になってマインドフルネスタイムに入っちゃってイラスト描きまくるとかそういう風になってるんですよね。うん、でもまあそうやって解消できるものがあるだけまだいいのかな皆さんはどうしてますか？ちょっとね、人間関係で苦しくなった時、自分はどんな風に対処しているだろうかみたいなところにもね、ちょっと目を向けてみるといいかなと思います。私もこれを機会に、自分の人間関係のあり方をね、ちょっと考えてみようかなと思っています。今日も最後までお聞きいただいて本当にありがとうございます。人間関係はいろんなことありますね。うん、程よい距離感で、そうだな、自分があんまり無理しないでもね、やれる感じの関係性を築いていけたらいいよね。それではまたお会いしましょう。どうもありがとう。またね。ミーと豆腐のイラストの LINE スタンプできました。よく使う言葉で24種類のスタンプが入っています。よかったらチェックしてみてね。結構力作です。使えてもらえたらとっても嬉しいです。